フェムト粒子の濃度は軽微、レーダーに影響はありません。各機のデータリンク開始、正体の通信回線を開きます。ブラックロータスの存在を確認しました。司令本部へ報告し、オーダーを終了してください。エンプレスの予測は正しかったようだ。ジョニー G、準将に連絡してくれ。今、遠距離通信用の V を打ち上げます。フェムト粒子は薄いようだけど、さて届くかな。ジョニーか、結果はどうだ。今データを送っています。バカでかい花が咲いてますよ。喪失劇のオーダーをお願いします。オーダーを達成しました。よくやった。すぐにその場を離れて我々の到着を。通信部位を破壊された。どこから。上空にアーセナルの反応を検知。2機です。テラーズのリグレ。テラーズだって？少佐はいないのか？私ならここにいる。可能なら相手をしてやりたいところだが。出てこい。どこに隠れている。クリムゾンロード、あなたは同調試験を続けなさい。ゴミは私たちが排除します。いいだろう、少尉。そいつらを倒せんようでは私の相手など夢のまた夢。来たぞ、少尉、ルーキー。実験体ごときが偉そうな口を聞いたものよ。ですが、あれがこれまでのどの実験体よりドミネーターと同調を深めているのは事実です。分かっている。全てはプロフェッサーのため。これまでと何も変わらん。少佐、そこで待っていろ。すぐに引っ張り出してやる。いないのか。俺がバレットワークス最強だ。つまり俺が最強だ。ルーキーにばかり重荷を背負わせていられるかよ。俺だって強くなってるんだ。予想外の事態です。ブラックロータスを破壊されるわけだ。ブラックロータスからアーセナルが出現。クリムゾンロード機です。そろそろ私の出番。クリムゾンロード、戻りなさい。まだ同調試験は終わっていないはずです。だから出てきたのさ。隙を落とされてからでは遅いからな。力は十分蓄えさせてもらった。出てきたな、少佐。これがドミネーターの力か。悪くない。真似を。戻りなさい。邪魔だ。貴様、聞こえなかったのか。邪魔だと言った。リグレット、これ以上の感謝してほしいものだ。
これを破壊されては困るのだ。ここまでの演算結果をグリーフの元へ届けなければ。さあ、これで邪魔者はいなくなった。私がどれほどの力を得たか思い知らせてやろう。行くぞ。なんだ、仲間割れか。仲間などいない。誰一人として私を理解できる者はいなかった。これまでも、そしてこれからも。だからドレイク軍曹を殺したのか。くだらんことを気にしているようだが、彼女は弱いから死んだ。ただそれだけだ。他に理由などない。違う。軍曹は、あの人は強い人だった。お前なんかよりもよっぽど。きついな、もう。教えたことを忘れていないようだ。その通りだよ。俺はあんたのおかげで強くなった。だが、なぜだ。なぜ裏切った。裏切ってなどいない。私はお前たちを仲間などと思ったことは一度もない。ただ大砲旅団という仕組みが、そしてパレットワークスという場所が、私が強くなるために都合が良かっただけのこと。何だと。私は人類の限界を超える。ニロッコの力を。これこそ私が求めていたものだ。あんたは間違ってる。それを俺が、俺たちが思い知らせてやる。Thank you.
システムの回復はまだか。これまでずっと強さを追い求めてきた。体を鍛え、精神を研ぎ澄まし、技術を磨いた。これも名誉、命ですが強さの証明に次ぎ。何の話をしている。ここまで戦争を止められるか、思想で略奪を止められるか、それはどうだ。そんな場面を何時、何百と見てきた。それは、そんな知れないけど、強さとは全て、正しさ、優しさも、強さの前では意味がない。だから私は強くなければならなかった。私という存在を私が認めるために。あんたは十分強いじゃないか。だから俺はあんたを殺すためにあんたの元で強くなる決意をしたんだ。うわ、私がこんな短期間でそれほどまでに強くなったのか。何がお前を強くしたというのだ。少佐、あんたは道を踏み外した。あんたが手に入れたそれは強さじゃない。強さではないだ。そうだ。だったらそんなものに俺が負けるはずがない。あんたが誰にも負けなかったように強さが何か今ならわかる。一人前の口を聞くようになったじゃないか。では決着をつけるとしよう。私とお前どちらが強いかを。構えろディアブロ。かかってこい。行くぞ。日に日に弱くなっていく自分に耐えられなかった。死ぬまで戦い続けるのが武人だ。だが死ぬ前に老いを知った武人は死ぬしかなかろう。そんなこと。何よりも戦いがなくなることが恐ろしかった。戦場以外のどこで生きられるというのだ。私には無理だ。何を言っている。生き方は自分で選ぶものだ。だからこそ価値がある。そう思えるのはお前が若いからだよ。そうか、私はついに負けるのだな。何を言ってるんだ。まだ戦えるはずだ少佐。いや時間切れだ。取り込んだドミネーターの因子が暴走を始めた。やはり制御にはあれが必要だったようだ。こんな終わり方で俺はまだあんたに勝ってない。いや、お前の勝ちだ。私はあの日から、お前の姉を殺してしまったあの日からずっと死を求めてきた。だが武人としての矜持を捨てることはできなかった。武人としての矜持。もういい。言葉に何の意味がある。それを俺はあなたに教えられた。あなたの背中を追って。どちらかが生き残る。ただそれだけの宿運だった。俺は生きねばならないのですね。私はこれで死ねる。他の誰でもないお前に負けたのならそう悪い気分じゃない。待ってくれ、まだ行くな。グリーフに勝て。お前が正しいと信じる強さを証明しろ。
男になったな。畜生、なんで、なんでだよ。なんで俺はあなたより強く、どうして俺をこんなに強くしちまったんだよ。少佐、少佐、こんな戦いがあるから軍曹も少佐も。お前の言う通りだ。こんな戦いは終わらせなくてはならん。失われたのも確かな事実だよ。